はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。今回はファミコンの究極張り切りスタジアムの実況をしたいと思います。野球ゲームですねまあファミコンのね、野球ゲームといえば、まあファミスタとかね、萌えプロとかが有名なんですけれども、あえてね、ハリスタ究極張り切りスタジアムをね、ちょっと実況したいなと思います。ですね、とりあえずね、コンピューターと戦うんですけれども、スタートボタンか。ですね、全6球団プラスね、この愛っていうのがあるんですけれども、この愛はですね、アイドルチームのことですね。ってなんだろう。で、今回はね、1試合しかやらないんで、ちょっとね、アイドルチームで戦おうかなって思ってるんですよね。結構強いね、選手が揃ってますんで、強いチームですね。私は実際のね、プロ野球ではこの、ヤクルトスワローズが好きなんですけれども、今回はね、アイドルチームで戦いましょう。で、相手は、ジャイアンツですね。スターティングメンバーですね。小泉、沖の目、南野、秋名、マトンナ、美穂、ユマ、菊池と、いるわけなんですが、スターティングメンバーは変えないでやりましょう。で、ピッチャーが、ゆき、ごくみ、ともよ、とみた、ゆい、せいこと、いるわけなんですが、じゃあ、ゆきでね、やりましょう。さあ、試合開始です。今日もよろしくお願いします。ナイスゲーム期待しましょう。N 島さんとね、T 光さんですね。で、1番がね、小泉。キョンキョンですね。キョンキョンは、どうだ?空振りか。ちょっと、打てないぞ。早いな。ピッチャー誰だ?ガリク。ガリクソンか。ガリクソンは、あんまり知らないですね。そう、私あんまり野球は詳しくありませんので、ちょっとね、間違ったことを言ってしまうかもしれないです。早くもチェンジですね。試合開始1分。困った。困ったはね、駒田ですね。で、このね、アイドルチームのピッチャーがユキ。斉藤由紀ですね。初代スケバンデカじゃないですか。わあ、打たれた。ん?ライドゴロかな?おお、いい感じですね。2番、吉村ですね。おーっと、やばいぞ。吉村は、境村とね、外野フライでね、激突して、ちょっとね、残念な選手生活をね、送っちゃったんですよね。で、3番、コラマテ。これ、クロマティですね。構えがね、もうクロマティですもんね。クロマティは知ってます。ドラマー。選手のことはあんまり知らないです。で、こっちの4番、アキナ。中森明菜ですね。で、どうでもいいけどヒットを打ちたいぞ。マドンナですね。よっ、ボテボテ。お、抜けないか。セカンドゴロ。で、美穂。中山美穂ですね。ミポリン。お、これいいんじゃないですか?あ、ファール。ミポリン私好きでしたね。お、ダメか。
あ、早くもチェンジ。早いな、3分。たら、たら？原か。原監督もね、お疲れ様でしたって感じですね。現役時代の原はね、よく知らないです。あのテレビではね、私が子供の頃は、まあ、毎日ね、プロ野球の中継はやってたんですけれども、私は巨人がね、非常に大嫌いで、巨人のことはね、本当に知らないですね。で、今のバッターが篠塚ですね。相手の6番、中畑ですね。中畑清。絶好調。あ、そっか、ベイスターズの監督もね、今年で辞めちゃったんですよね、確かね。中畑は結構有名ですね。あ、フォアボール。コフの？知らないですね。ちょっと斎藤佑樹ダメですね。山倉。これ山倉ですね。山倉は結構私あれ好きでしたね。特にこう印象に残ってるとかそういうわけではないんですが、山倉は結構ね、なんかジャイアンツなのに、割と好きな選手でしたね。で、こっちがね、中村優馬ですね。風間さん姉妹。お、センターフライ？ダメか。うちのチームもしかしてヒットゼロ？まあ、いっか。菊池桃子。ラム。まあ最近ね、ちょっと政治の方にもね、顔を出してる菊池桃子。そして斎藤佑樹。あ、初代スケバンデカですよね。お、さすがスケバンデカ。二塁まで行けます？行けそうかな。でも、ツーアウトなんですよね。キョンキョン。夜明けのミュー。ダメか。お、内野安打だ。荻野目洋子。荻野目洋子はちょっと知らないですね。あんまり印象に残ってないアイドルですね。斎藤佑樹もね、ちょっと変えましょうかね。あ、でもさっきね、ヒット打ってくれましたからね。もうちょっと、3回裏、変えましょう。五組、友代、聖子、ゆい、富田。後藤久美子と、原田智代と、松田聖子と、浅香ゆいと、富田康子。5組かな。国民的美少女。もしくはジャン・アレジのね、神さんですね。いいピッチング期待しましょう。この2人は、まあ、N 島さんとね、T 光さんは、まあ、絶対許可取ってないですよね。まあ、あからさまにあの2人なんですが。取れます？取れません。お、抜けちゃう？大丈夫？5組は、結構曲がりますね、球。で、外の球を見せて、インコース。全然ダメですね。あ、ホームラン？大丈夫？ふぅ。ちょっと危険だぞ。クリーンアップね、結構強力ですね。コラマテ。クロマティね。
クロマティの構えとかね、あの小学校の時みんなやってましたよね。あのお尻をねクッと突き出して構えるというね。まあ打てないんですよねこれが。で腹ですね。若大将、若大将か。腹っていうのは選手としてはどうだったんですかね私あんまり知らないんですが。よしよし、ここら辺でねちょっとヒットとか、ヒットっていうかね点を取りたいですね。何のハイカラさんが通るスケバンデカ2かな。お、いいんじゃないですかこれ。ダメ、ライトフライ。アキラナンパ戦ダメか。初球でついね私打っちゃう癖があるんですが、ライクはバージンですね。マドンナ、うん、あんまり知らないかお、いいんじゃないですかホームラン。もしかしてやりました、ホームランですね。レフトスタンドに一直線でしたね。一直線でもないか結構フラフラーっと上がって風に乗ったって感じですかね。で、ミポリンですね。毎度お騒がせしますもしくは奥様はアイドル。奥様はアイドルとかね、今の若い子とかはね知らないでしょうねきっとね結構ねいいドラマだったんですよね。で中村ゆま、風間さん姉妹ぐらいしか知らない。これはボールでしょう。次多分インコース読んでます。大丈夫です。これで2点目かな。打線つながりましたね初めて。ふう。で菊池桃子、ラムラムって言うなっていう知らないですね。あと菊池桃子ってわかんない。ダメか。ま、点が入ったからよかったかな。 2-0 4回の裏、篠塚。篠塚っていうのもね結構あのいぶし銀っていうかね、そういうイメージがありますね。中畑はなんかねお調子者っていう感じで私大嫌いでしたねフフ監督というかね、あのベイスターズの監督のあの最近のね中畑清はまあ好きなんですけど、巨人の中畑清っていうのはもう大嫌いでしたね本当に。なんて言ってると巨人ファンにね怒られちゃいますねでこの古風のって誰なんですかね一体。全然知らないですね。うん、山倉は結構好きですね。キャッチャー山倉、こんな感じ。振らないか。で今バッターが内側に構えてるので外に逃げる球、ファール外角で。あー大丈夫、ファール。よし、三振取りたいですね。こんな感じ。あら、思いっきり打たれてる。危ない。レフトライナー。で、うちのチームは誰からだ ?5 組か。まあ、せっかくね、こんだけアイドルがいますので、国生さゆり、ゆか、大西ゆか。あ、風間さん芝居が全員いますね。で、薬師丸ひろこと美空ひばりですね。ここはやっぱり国生さゆりかな。バレンタインデーキス期待しましょう。もしくは
長渕剛の元恋人。いいですね。あー、ダメか。抜けないね。惜しい。キョンキョン。なぎさのハイカラ人形。夜明けのミュウ。あと知らないですね。キョンキョン。あ、あんみつ姫じゃないですか、キョンキョンといえば。ねえ、すっかり忘れていました。さすが。さすがキョンキョン。余裕で、二塁まで。お、ガリクソン交代ですね。牧母。牧原ですね。まあ、牧原といえばね、あの、ラクダみたいな顔で、まあ、おなじみなんですけれども。あれですよね、あの、パーフェクトゲームっていうかね、やったんですよね。危ない。何の。ハイカラさんが通る。もしくは富士カラーのね、CM でおなじみの。南野陽子は、セカンドゴロでした。やばい、点を取りたいぞ。ん？タイム。あ、私がピッチャー交代ですね。そうですね。まあ、せっかくなんでね。せっかくなんでねっていうか、風間さん姉妹揃ってましたんで、浅香唯でいきましょう。浅香唯。シーガールぐらいですかね。あとはまあ風間さん姉妹っていうかね、あの風間結衣とシーガールと、あとは特に印象にないですね。よく考えたら。まあでもね、結構可愛いですよね、浅香結衣。最近ね、ちょこちょこテレビに出てますけれども。うん。かわいいと思います。ですね。吉村は、よく知らないんですけれども、まあ、例のね、栄村事件とか、ありましたね。3割3分8厘、ホームラン20本。打ってますね。あ、やばい。これ打たれちゃったんじゃないですか、ホームラン。同点か。なかなかいい試合展開ですね。同点になっちゃいました。そしてコラマテ。クロマティ。ドラマー。ドラマーか。まあいいでしょう。で、原ですね。ドヤ顔グータッチ。なんて言ってたらホームラン打たれちゃいましたね。あれれれれれれれ。ちょっと打たれ始めましたね、浅香結衣。どうしよう。交代しましょうか。松田聖子かな。聖子ちゃん。松田聖子はね、ちょっと私の世代よりも、ほんのちょっとね、古い方というかね、そういう感じがしますね。赤いスイートピー。もしくは、あれです、あの、何でしたっけ。あれですよ、松田聖子といえば。赤いスイートピーではなく、青い珊瑚礁だ。よし。逆転しますよ。中森明菜で。ナンパ戦。いいですね。もしくは少女 A。デザイアとかの方がね、割と、人気のある曲なのかもしれないんですが、私ナンパ戦大好きです。で、マドンナはライクアバージンしか知らないです。やばい。打ちたい。打ちたい。ダメかー。
ゲッツーもしかして。中山美穂、奥様はアイドル。よし、50-50 ぐらいですかね。あ、ビーバップハイスクールがありましたね。で、中村ゆまは本当にあの風間さん姉妹しか知りません。やばい、負けてますね。中畑ね、監督お疲れ様でした。これはアウトにできます？あ、セーフ。厳しいぞ。もう6回ですもんね。なんとこれキャッチャーが動かないんだ。山倉対松田聖子。ゲッツー取れます？取れました。初のゲッツーじゃないですか。6-4-3みたいなねよく知らないですけれど菊池桃子、ラム、これは切れちゃう？フェア？どっち？フェアですね。ピッチャーなんですけれども、まあチャンスなんでね、交代しましょう。ここはやっぱり美空ひばり先生の出番かな。さあ、勝ち越しのチャンスです。チャンスイズカムですね。ひばりくん、落ち着いてバッティングしてほしいですね川の流れのように。いけ、よ、いいんじゃないですか。これいいですね。ホームは大丈夫ですね。いいですね。さすが元祖日本の歌姫ですね。でね、キョンキョンですね。お、いいんじゃないですか。これホームラン、やりました。2本目のホームランですね。さすが光姫。荻野目洋子は2番なんですけれど、この頃人気があったんでしょうか。私はよく知りません。ふう、打線つながってますね。いい感じですね。南野陽子、富士からセカンドフライ、セカンドライナーかな。で、中森明菜ですね。ちょっと詰まってますね。惜しい。ライクアバージン。ん？はい、今のストライク？なるほど。ボテボテ。ファーストゴロか。せっかくね、あの下位打線でつながったんですけど、ちょっと活かせなかったですね。ん？タイム。あ、ピッチャー交代ですね。富田康子。富田康子はちょっと知らないですね。まあ、原田知世もね、あんまり知らないんですが、時をかける少女とかね、そんな感じでしょうかね。ピッチャー知世のようですね。いいピッチング期待しましょう。解説の N 島さんです。牧原はね、まあ、ラクダ顔でおなじみなんですけれどもあんまり、巨人ってね、私好きじゃなかったんで知らないんですよね、本当に。駒田っていうのはあれですかね、あのさよなら男とか呼ばれてたんですかね。吉村は知ってます。なぜなら境村事件があったからです。あ、抜けちゃう。あ、これはちょっと長打コース、もしかして外野が遅いぞ。サードまでは行かせないと。で、クロマティですね。ドラマー。お、ファーストゴロ、いいですね。なんだかんだで
5対3、あと2回ですね。もう1点ぐらい欲しいですね、中山美穂でよっようじゃないですね、初球でね打っちゃいますからね。私いいですね、初球打ち大成功、中村ゆま。中村ゆまはリリアンを使ってたんでしたっけ、ちょっと忘れました。菊池桃子、あーサードいけばよかったな。お、さすが菊池桃子。これは今8回ですので代打出しましょうか。大西ゆか、風間さん姉妹、さあ代打ゆかです。期待しましょう。よし、これでねちょっと点取りたいですね。スローボール、うわー最悪でもない。これはなんて言うんですかね、進塁打って言うんですかね、よく知らないんですが、キョンキョン頼む頼む、キョンキョン、これは切れちゃう、ファール、ファールか。渚のハイカラ人魚なのにダメか。あ、まああと2回ね、頑張って抑えましょう。富田康子しかもうピッチャーがね残ってないですね。ピッチャー富田のようですね。いいピッチング期待しましょう。適当だな。若大将対富田康子。富田康子？富田康子はなんかこう特筆すべきというか特に喋ることもないですね。本当知らないですね、富田康子は。やばい、フォアボール出しちゃいました。ワンアウト、あ、違う、ノーアウト一塁。ゲッツーコースかな。なんてね。今、外にいますんで、外角。あ、振らなかった。内角攻め。あ、やばい。これはちょっと、やばいです。はあ、同点になっちゃいましたね。5対5。いい試合してますね、私。やばいやばい。もしかして富田康子は大失敗かな？あと8回と9回をね、抑えないといけないんですよね。わ、やばい。とりあえずセカンドまでは行かせない。ん？山倉が交代ですね。赤崎？さあ勝ち越しのチャンスです。チャンスイズカムですね。赤崎くん落ち着いてバッティングしてほしいですね。適当だな本当に。赤崎って誰だろう、全然知らないな。あれあれれれれれ、またホームラン、大丈夫、バウンドが高い。やばいやばいやばい。本当にね、勝ち越されちゃいますね。まあ、ピッチャー牧原だから、打たせてね、抑えたいですね。そう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 。これですよ。ゲッツー。ここでね、ちょっと点を取らないと、やばいのですが、2割7分か。荻野目洋子の方がいいですね。よいしょ。サードゴロ。あ、クリーンアップですよね。ちょっと大事に。大事にと言いつつ初球打ち。明菜さん、頼みますよ。どうでしょう。ファーストゴロ。あかんですね。やばい。延長になっちゃうんじゃないですか、これ。そんなにやるつもりはなかったのに。
あ、というかサヨナラの危険もあるのか。で、私ピッチャーをね結構使っちゃいましたんで、結構っていうかね全員使っちゃいましたんで、やばいですね。吉村め粘るな。この辺から内角に向かって全然球が曲がりませんね、富田康子。で、球もねそんなに速くないし、どうしようもないな。とりあえずね抑えましたけれど、どうしましょう。ん？あ、ピッチャー交代。熊田ってなんだ？桑田か。桑田ですね。いいピッチング期待しましょう。桑田対マドンナ。どうでしょう。早くも手を挙げてますね。マドンナが近くにいればこう、気が散るとか。ないか。ミポリンはね、私好きなんですけど、あんまり知らないんですけどね。やっぱりあれですよね、奥様はアイドルですね。で、長打コースじゃないですか。ちょうどさよならっていうかね、勝ち越しのチャンスですね。中村ゆま、うわ、すごいフォークだ。きつい。あ、ボール持ってる。よし、こんな感じで。あ、ダメか。結局アウト。ラム、ちょっと振り遅れたけどダメか、アウト。うわ、厳しい。10回裏、そして原。ここはねちょっと大事にいきたいですね。もうピッチャーねいないんですよね、本当に。危ない、深いけどアウト。篠塚っていうのはホームランバッターなんですかね、よく知らないんですけれど。中畑は本当に嫌いですね。もう本当にこの選手時代の中畑は大嫌いでしたね。あ、やばい、長打コース、さよならになっちゃうんじゃないですかこれ。大丈夫？ふうじゃないですね。まだピンチですもんね。美濃歌って誰ですかね。チャンスイズカムと全然知らないですね。美濃歌、やばい、球が遅い。うわー、お、さすがレフト、誰だか知らないですけど。お、また代打ですね。オフ、あ、王さんじゃないですか。世界の本塁打王、王貞治。抜かれちゃいましたけどね。王貞治っていうのはもちろんね、この1988年当時は現役じゃないですよね。監督とかやってたような気がしますけどね。で、あ、まだ続くんですね、11回。富田康子、ファールフライ、キョンキョン、キョンキョンはどうだ、いいんじゃないですか、ホームラン。よし、さすがキョンキョンです。試合時間が25分なんですが、収録時間がね30分を大幅に超えてますね。やばい、そろそろ終了したい。もう勝ち越してるんで、とりあえずチェンジになってもこの裏をねビシッと抑えれば私の勝ちですね。あ、内野安打で南野陽子、藤から、一応まあファーストに戻っときましょうか。切れる？
取っちゃう？アウト。で、中森明菜ですね。いけ。ナンパ戦。なぜナンパ戦なんだという話なんですけれど。あ、抜ける？いいですね。ホームまで帰っちゃいましょう。よし。2点リードかな。マドンナ。世界のマドンナ。世界のマドンナがファーストゴロじゃダメですね。ここを抑えれば私の勝ちですね。ようやくね、ちょっと勝ちが見えてきましたね。あ、長島茂雄。ここにいるじゃないですか。期待しましょう。誰なんだ、あいつは。よし。よし。まずはサードゴロ。で、駒田。うわぁ。取って。よし。さよなら男。駒田ってあれですよね、ベイスターズにいましたよね。晩年。で、吉村。境村事件。うわぁ。まあいいでしょう。二塁までは行かせない。これで、クロマティを抑えれば私の勝ち。打たれたらまた同点。いい試合ですね。内角。ファールフライは取れませんかね。無理か。で、一球ね、ちょっと遊び球を見せて、ここですね。ここ重要です。内角にえぐる球。無理か。こっから外に逃げる球は振らない。さすがクロマティ。ドラマー。よし。勝ちましたー。やりましたー。やっと勝てました。こんなに時間がかかるとは思いませんでしたね。いやー、びっくりびっくり。そう、解説してくれるんですよね。というわけで、試合結果は、I7 点、G5 点。試合を振り返っていかがですか？どうなんでしょう。大変な試合でしたね。本当です。I チーム、G チーム、ナイスファイトでしたね。その中でも、今日光るのは、小泉くんの7回のバッティングですね。テープ出ますか？出ました。VTR。これ、名場面をね、こういった感じでリプレイしてくれるんですね。これからね、結構画期的でしたね、当時。いいですね。さすがキョンキョン。夜明けのミュウ。ナイスホームランですね。ビューティフルですね。なるほど。残り時間もわずかとなりました。では、さようなら。どうも。軽いな、江ノ島さん。まあ、勝ったんでね、まあ、ポイントを振り分けて、まあ、自分のチームをね、まあ、強くしたりするっていうのが、まあ、このゲームの面白いところなんですけれども、まあ、今回はね、単発実況ということで、1試合でね、終了したいと思います。はい、それではね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。それでは、ゴンゲンでした。さようなら。